ノアールムティエ島は、フランス版で県に属する大西溶岩の島。冬に咲くミモザの花から、ミモザの島とも呼ばれる。島の風景は仕だ。砂丘、そして西洋ヒイラギ菓子が多くを占めている。ブルトン語で島の名を、ラーマスターという、ビスケー湾の北、ロワール川は川口の南にある。島の一部は海を開墾してできた。島のコミュームは、バルバトル。 レピーヌ、ラゲリニエール、ノアールムティエ・アンディルの4つがある。気候は、大西洋の影響を受け、夏も冬も温暖である。日照時間が重要で、7月8月の日照時間が550時間である。ジャガイモ文化が発達し、春に収穫されるワセ品種ボンノットが知られる。ノアールムティエ上滑ってしまハは、または、ヒーローと呼ばれ、戦士時代より定住がされていた。 674年、セーフィリベールが島へ移り住んだ。彼はサンフィルド・グラン流ュにある修道院の前身となった修道院を島に設置した。彼は塩田で塩を作り、数多くの堤防を築いた。意外はバイキングやノルマン人の略奪を逃れるため836年より各地へ転々と疎開することになり、最終的に875年、トゥールニュに落ち着いている。 バイキングやノルマン人の信仰と戦ったラガルナシュ、両主たちが、修道士たちと同様に島の所有者となり、830年以降、島内に防衛施設を築いた。12世紀、ノアールムティエジョが築かれた。9世紀以降勢力を拡大してきた、ブルターニュ港と、中世に深く結びつくようになった。14世紀の間に、イングランドから3年度侵略を受け、 16世紀には二度スペインから攻撃された。15世紀からドゥアル施策であるアンボワーズ家の支配下に入る。1562年、ラロシェルからやってきたユグノー海賊が島を獲得し、1569年まで維持した。17世紀以降干拓が進められ、100ヘクタール余りの干拓地がフランドルから導入された技術で生まれた。一部の土地では家畜の餌場や、 穀物生産が行われるようになった。島へ続くパサージュ・デュ・ゴワのアール・ムティエ島は、本土と島をつなぐ全長 4.5km のサス。海の中道、パサージュ・デュ・ゴワで有名である。サスは日に2度の満潮で、海面下に沈む。ここは1999年のツール・ド・フランスで、集団落ち者が発生した地点であり、2011年大会では、全体のスタート地点となる。また、 ノアールムティエ島自体は2005年大会第一ステージで使われた。毎年、フォレドゴアという競歩レースがサスを横断するコースで開催され、満潮が始まるとスタートする。ありがとうございます。